お疲れ様です。京介です。よろしくお願いします。はい、ということなんですけども、今日の企画はですね、はい、最近流行りに流行っているものなんですけども、じゃーん！はい、激辛マックス焼きそばペヤングエンドでございます。はい、で噂によるとですね、めちゃくちゃ辛いらしいんですね。でも辛いとかって自分気持ちだと思うんですよ。辛いとか暑いとか寒いとか苦しいとか、そういうの全部気持ち次第かなと思うんですよ。で多分これも大したことないかなと思うんで、今日はですねこの、激辛マックスを、無表情で食べてみましたということでやっていきましょう。それでは食っていきます。どうぞ。はい、ではいただきます。ああ、まあ気持ち次第ですね。